ゲームをつけたらガチャ当たり。どうも、りょうすけと申します。今回ですね、カーボローラーデコ使っていきたいと思います。この武器使えば、もう暴れて暴れて、もうね、めちゃめちゃ楽しめるんで、ちょっともうこれやめらんね。ガチャ当たりのバッテラソリューティング。さあ行きましょう。カーボンやからな、何も考えずに倒すだけでいいっていう。お手軽に、バッシーンで行くだけ。もうバーンってしばくだけ。食いぼとかもあるし。はいはいはい。で、素早さもありますから。はい、知らん顔していきましょうか。ボトルガイザー。なるほど。おっと、メイン性能 3.9 のボトルガイザー。面白いじゃないですか。こんなことしたらインクが持たねえぜ。ボトルはすぐインクが切れちまう。さあ、敵どこにおるか知らんが。こういうのはね、サイドから入線していけるから、こっそり。俺は学んできた。結局、こっそり入選したやつが有利ということ。よいしょ。ガツン。うわ、何？あれはスプラローラベッチュ。そうなんだよな。かっこいいのな。持ち手がかっこいいの。持ち手が白と黒のあの、牛さんシューターついてるからね、ローラーに。スプラシューターベッチュついてるから。持ち手がかっこいいからすぐ分かったよ。ナイス。クイボダイレクトパンチ、ちょっと甘みに入っちゃったな。よいしょ。これはちょっとあれやな、ロボのピッチングをまき散らして撤退かな。よいしょ。あぶねあぶね。とりあえずピッチングだけまき散らしといたから。さあ9個止め整理させようか。そのまま知らん顔とかどう。はぐれあさりないかな、忘れ物とか。はぐれあさりなし。ローラーが俺を見つけたやって。でも舐めんなよ。よし、引きつけた。逃げよう。引きつけたならば逃げるだけだ。イカ忍者パンチングアクション。うますぎわろた。もう行く方向読めてるっていう。はい、余裕読めてるよ。よいしょ。はい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 。まあ、それはしゃあないわ。それはやられる、正直。うわー、ボトルガイジング。よく気づいたな、うまいな。ナイス、も送ろうか。オッケー。難しいのな、得点が。決定力がないからな、カーボンっていうのは。だからほんま倒すことで、チームに貢献するっていう。それしかないですから、ほぼ。なかなかその、大量得点入れるような人間じゃないっていう。セミで倒しに行くみたいなとこあるからさ。さあ、オールダウン。うわー、今なんで相打ちじゃないのは悔しいよな。今バシン打ったのにちょっと方向悪かったかな。ローラー今の相打ちじゃなかったの悔しいですね。あ、今のは悔しい。いけたもん。よいしょ。なんとか間に合ったけど、またバブルランチャーとかも来てるな。忙しいぞ。とりあえず食い物のインクをしっかり貯めてぶち込むことやな。あー、ごめん、これはデッドゾーン入ったわ。まさかスパチャカあると思わへんかった。ごめんごめん。今だって仮に行けたもんな。行ったと思ったら天空飛んできたから無理やった。さあ、これはシュート入るよね。で、当人だけぶち抜いて、ふい、ふいしょ。けい、命中率の高い命中安定技を打って落ち込んでいくっていう。よいしょ。一周取り巻いて、カーボンマジ早いしな、キル取れちゃうっていう。あ、ちょっと、円筒式でいこうか。ロボボム、円筒式ロボボム。よいしょ。最高ぜ。うわー、ごめん。すまん、なんかデカボール作ってなかったみたい。デカボール作ってシュートしてくれたらよかったんけどな、あの人が。そう、うまくいかなかったらしいわ。まあいいわ、とりあえず順調。まだ得点入ってんな。潜伏でいいかな、アサリを餌に。はい、余裕。よいしょ。アサリ置いてあるからさ、まさか俺おると思わへんやろ。あれが潜伏術やねんな。アサリあえて俺は取らず置いとくっていう。ふっ。ほい。さあ、あえて2ダウン入ってんな、いいね。ローラーどこ行った、ローラ
今見失ってんけど俺。よいしょっと。あらよっと。おい。さっき言うことも成立か。デカボールになっちゃった。ごめんなさい。お、逃げる撃ちます。味方カバーナイス。よいしょ。うわー、ごめんなさい。いやー、負けたー。ここで負けるんかーい。お疲れ様でした。まさかの展開やろ。これは負け確定ですね。はい、お疲れ様でした。 OK、 まあ問題ない。ガージャソリのバッタラソリドスタート。バッテラでの芝居込み祭り、祭り込みやな。言えば簡単に言えば祭り込み行こうか。スプラスピーナー、あ、トーピードでバレていく。これは困ったな。よいしょ。まずはフィールドインかなと思ったけど、あかんな、あかん、気絶する気絶する。一旦フィールド塗りましょう。フィールド塗り込んで、 俺が動きやすいように、俺たちが動きやすいように構築するわ、場を。やべ、逃げろ逃げろ逃げろ。バブル即割り、聖人のタッグがおる。よいしょ、一旦関与しない。うん、シュートされてもいい。一旦関与しないってのは大事だから。よいしょ。俺のカーボン結構オート M 機能付きやからな。どっか逃げられてもバシンって行くから。うん、自動で行くから。さっきのとかも自動でってやってくれたやろ。よいしょ。自動でね、意外と案外やってくれるんですよ。よいしょ。トーピーだ、痛い。ほい。さあ、バリア壊していく。ナイス。さあ、追加点に貢献できるかどうか。論点は。グヘイ、ガスに引かれたー。逃げようがね、トーピードやられたか。了解、ウォッチ。まあ、俺は倒すわ。はい。さあ、防衛を任せろ。はい。危ない。危ない。これはエクスプローション圏内入っちゃったらしんどいぞ。潜伏で品川しとこうか。いや、ほんとはいい顔にせー、取れやー。俺のコンビネーション技、クイーボとかいろいろ。あんたはいい顔にしてもらわんと困るやろ。さあ、アサリ編んで、アサリこっちにありまして、さあ、バリア壊した。飛べるかな、飛べないな。味方やってくれてるわ。よし、この辺回収しておっか。さあ、攻撃参加間に合うかな。間に合うな。デカボリーまとめちゃおう。うん、まとめて20点。なんでやねん、20点入ってんやん。無理なの。今の20点でかいで、24までいってたわけやで、今の入ってたら。いやー、痛いな。でも結構いける距離やと思ってんけど、無理やったから。しゃあないな、しゃあないしゃあない。俺が悪ない、距離が悪い。うわ、もう読まれた、読まれてんけど。やべえ、やっぱ俺のシュート入れとけばよかったな。どけ。よいしょ。なかなか痛い点数取られてもうた。もうしゃあないしゃあない。スピナーくんのかな。ちょっと狙われそうやし、一回触ろうか。ナイス玉。おい。ここは俺もデカボリーまとめるか。せいや。うわー、結構バシンいったんけどな。さあ、ナイスリード。とりあえず、まあ、リードっていう感じで、いい感じといったところか。そうやね。オッケー。まずは立て直し成功。ちょっとフィールド塗ろうか。足場さえ取ってしまえば終わりだ。おっと、ナイス。相手回線おったか。回線おったな。うん、落ちはシューターおったわ。おった、回線落ち。
ならばもらいましょう。カーボンの練習台とさせていただきますよ。さあ、行くぞ行くぞ。とどめ刺しに行こうか。 OK、 ナイス。さあ、ガージャ取りのバーチャーソリドー。なんでやねー。もう3戦連続回線落ちやんけ。1回目はうちが回線落ち、2回目は相手が回線落ち、3回目またこっち落ちやぞ。なんてこった。まあ練習の台で出動させていただきます。よいしょ。人数不利な状態での打開の練習。うわー無理だ無理だ。さあ味方やる気ゼロでジャンプしてんな。ついていこう。くるくる回ってみる。来た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 。お友達来た。一発当てきた。来た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 。アサリもほらプレゼントしてる相手に。おーイエまあ回線追ってしまうのがちょっと多いな。3戦連続やからな。ちょっと回線頑張って。ガージャ取りのアジフラスタジャンス、いきましょう。口内炎が痛いおるな。まあそうなんですよね。できたら痛いのな。ほんまに厄介。なかなか治らないんですか。ただね、口内炎をすぐ治る方法を皆様に今回ね、動画見てくれてる皆様に教えたいと思います。口内炎ができたら穴が開くとね、そこをもう歯ブラシでこする。はい、そしたらもう次の日治りますから。俺の理論やけど。よいしょ。歯ブラシでダイレクトで口内炎ね、洗っちゃってください。やっぱりその菌があると治らないんですよね。歯ブラシでその清潔にしてあげる。まあ無理にこすってあかんけど、軽くでもいいから、うん、こすってあげると治りやすいですから。口内炎は菌がね邪魔するから、やっぱ治るの。なので口内炎は歯ブラシでも、ベロを例えばベロにできたら、もうベロを直接歯ブラシで攻撃するだとか、それが一番ですね。今まで俺いろいろやってきたけど、うん、ビタミン剤とかもあんまり意味ないですね。うん、まあ、意味あるけど難しいから、時間かかるから、結局歯ブラシでダイレクトパンチしてください。生で。よいしょ。ほい、はい、ダイレクトアクロバ、アチョップアチョップ、ぽい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 。ロボットボムを味方に一回逃げようか。そこの辺潜伏とか強いらしいで。ほい、アチョップアチョップチョップチョップ、いやー、まあしゃあないな、これは。これはもうやむを得んな。諦めましょう。さあ、追ってくんのかな。なめんなよ。うわー、今の空振るとか。下手くそやな。ぶち当てたいシーンやってんけどな。おい、おい。なんかおる、味方か。クイーブダイレクトパンチャーズ。うわー、ナイスさまで。あれやね、ガードしてきた。ナイスオのガードって結構硬いからな。クイボじゃ破れへんから。クイボ3回ぐらいでも耐えてくる。威嚇威嚇威嚇。相手ロボットボムダイレクトで使えんのか。ってことはあれか。うわー、カーボンローラーやな。カーボンデコじゃないな相手な。じゃあ3ダウンです。
今日はちょっとなぼーっとしてるからそこまで集中力ないっすね。ちょっと難しい。あんまり視野に入り込めてないわ。さあパンチャーズ、パンチャーズ、よし、結局パンチャーズで倒せばいいから。ルイージ了解。そこで隠れたつもりか。うわー、まあ、これはもうしゃあないな。これはごめんなさいね。さあ防衛しっかりね。またあの上を食い場でクリアしといて。ナイスアンプ飛んでくんなこれ。あ、そっち狙う感じか。カウンターボール取っちゃった。別に取る気なかったのに。よいしょ。逆に相手に圧かかるかこれで。守らなきゃみたいなそういう考えに至るはずだから相手。よいしょ。逆に取ってよかったか。別に問題なかったわ。ここは遠投でいこうか。遠投式でちゃんとフォーミングするように。数は打てないけど。うわ、オールダウン。うわバケモンやな。オールダウンバブランで一発大逆転か。狙うわ。やべ、マジで。いやマジかよ、やめてや。うわー、リードされたし。わー、負けた。もう勝ち。さあガーチャーサリのワテラソレズスガーイス。さあどう。はいはい、よいしょ。どこ行こうかな。ここ横振りで行こうか。これバーンってな、確実に。うわー、何エクスローチャー直撃。何スクリュースローチャーか。スクスローね、了解しました。それは全然あり。ナイス玉か。よいしょ。はいはい、そこいっぱいおるから狩るか俺が。うわー、スクリューが強いか。スプラローラでやられた。まあ一回おったからな。大丈夫か。傘、傘ではたけんのかそれ。さばけるかローラーを。うまいこと。いやー、エクプロか。自分勝手やな。スクスロ強い。よし、さあ捕まえようぜ。あかん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 。パンチなんか飛んできてんなこれ。おお、あいつの味方かばったな。味方をかばって相打ち取りに来たわ。面白いな。さあ突っ込んでくんぞ。ストッパーおらへんわ。あかんわ、ストッパーがおらへん。ゴールキーパー不在みたいな感じやわ。よいしょ。あ、なんかおる。とどめ、とどめ。ナイス、助かったぜ。ほい、ここはまあ即座に左展開でもしとくか。ここで待っとこう。バレるし、行き過ぎたらバレるからね。ほら、うわ、なんでやねん。なんで知ってんの。え、なんで知ってんのか。適当か。さすがに適当やな。今の知るわけないもんね。だいぶ初めから隠れたから知るわけがない。潜伏で行ったろか。ドーンドーン。え、回復不足。ごめん、まあ食い棒でなんとかよし。しゃあなしゃあな。今のは捕まえに行ったからな。横振りで縦で行ってたら確実やけど当たるか分からへんしな。さあ相手はいっぱいおるらしいぞ。うん、まあまあ落ち着いて守っていきますか。え、スルーした。よいしょ。スルーしたないな。危なかった。さあ生で立ち回っていこうか。
カ忍者パンチャーズ。ここはロボットボムで一旦場を円筒とか混ぜ込んで、円筒ロボボムで場をちょっとごまかそうか。OK。 え、なんでなんで当たるんか、その角度やるな。さあ、これで人数が振りってるからな、うまいこと立ち回らなきゃ。あ、やべ、ナイス送っちゃったからバレたかも。まあ、バレたいことかけて知らん顔しようか。静かに行こう。こうやってサイレントマナーモードからピンポイントで縛っていく。おっ、チャーターがチャンス、行かせるか。まあいいかな、ほっといても。よいしょ、こっちからもうどんどん展開していく。ロボームで一旦フィールドをなんとかこうごまかして、円筒ロボームで使い分けよ、やっぱり。うわー、ダイレクトパンチ、画面直撃でよろしくお願いします。申し訳ございません。マルチがフォーミングしている。無理やな、これかわすしかない。結構追い込まれたな。知らん顔するか。ふっふっふっ、どこまで追ってくるか知らん、知らんが。よいしょ、アサリあるか、アサリ。まあ、爆破圏内入っちゃった、ごめん、申し訳ねえ。飛べ、それでも点が足りない説あるぞ。おー、ヤッフー、オーケー、ガーチャ取りのアーデフラスタじゃん。さあ、まあ、今日暴れる控えめやな、ちょっと今日控えめです。あんまり集中できてないですね、今日は。ほんまやと思ったらね、バシーンいけないけど、安定的立ち回りになってるからね。はい、さあ、食いぼで、食いぼでベシーンがやっといてのパンチとかあるからね。耐えてくるか、耐えてくるな。ちょっと一旦下がろうか。危ないわ。一旦ちょっと連れて帰ってきた、マルチミサイルを。いや、むやみにやれるよりかはね、連れて帰ってくる方がいいんで。で、これ一回ロボームためましょう。で、フィールドをちょっとお掃除。円筒式とあと量産型。ダブルで。どう？意味なし。さあ、バブラン展開。さすがと言ったところやな。あれ安楽されたらもう絶対入るもんな。おっとっとっとって感じ。どこ行きます？そこら辺に飛んのか。あ、クイボうまく刺さったな。クイックボムがお手軽に刺さってますね。パンチ、サンキュー。さあ、ここちょっと奥側へこうやっていやらしく、ごめんなさい。よいしょ、もうあとはもう適当に数。ビールがおんのな、ここに。食いぼれとどめ、あ、ナイス、やるじゃん。9個止めだけ失礼しようかな。10個止めでいいか、もう。よいしょ、もう止めてないけど、10個止めとか言って止めてませんけど。うわー、ごめん、まあ、とりあえずまあリール持ってたからいいやろ。さあ、はぐれあさり一つありますと。はぐれあさり、あ、まあ、はぐれあさり、よし。はぐれあさりはたまにね、最後まではぐれたままの時あるからね。5分間見つかることがないみたいな。こっちロボボム打つわ。
エクプロ鬱陶しいなぁ、お前。勘弁して。あんなチンタチンタされたら、かわしようないやん。なんか行こう、温度あっち。ダイレクトパンチャーズ。無理だ。なんかセンサーもつけられてて。いやらしいな、ほら、センサーばっか投げてくるから。血バレしたらカーボンなんて、機能停止やんけ。おい!やめてや。まあ、なんとかちょっとセンサーつけられへんうちに倒すか。シュート外れた、ナイス。ペナルティキック外すようなもんよ。お前はええかげんにせえ。いや、エクプロ強すぎ。刺さりすぎ。いや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 。何がないか分からへんもん。エクスプロシア倒しに行くわ。あいつなんか自由に撃ってくるからさ、分からせるわ。接近戦に持ち込む、イカ忍者で。もう、ずっとそこおるだけでさ、キル取れんねんからいいな、あんたはよ。そう。さあ、マルチ。マルチをかわして、なんとかしたいところやけど、まあ、一旦右行くか。言って、右行ってもな、射程で負けてるから、今回俺もう無理やぞ。活躍しようがないやんけ。どうしてくれんねん。むずない?今回。編成的に。とりあえず、ローピッチをしっかり投げて。よいしょ。今回別に俺悪ないのな。編成的にきついだけでさ、そういう時もあるよねっていう。そういう感じよ。うん、そういう時もある。デュアルとかも勝たれんし、イールにもなかなか勝たれへんから、これはちょっともう、しゃーなしやん。よいしょ。エクスプロシア、俺を舐めている。オッケー、倒した。まとめるか、デカボールに。よいしょ。うわー、リードした、でも。リードした。リードしたぞ。いけ。うわー、シュートできんのかい。デカボール持ってたのに、まあ、さすがに無理やったか、あんで囲まれたら。まだチャンスあるぞ。お前か。オッケー、勝った。いやー、奇跡的な勝利やな。もうわけわからん。もうだって負けたと思ったもん。もう負けた思った。でも勝った。これ嬉しいよな。ガージャサリのバッテラストリート行きましょうか。さあ行こう。スタート。ガチでいくよ。ガチモード、モードオン。ガチモードオン。まあいいでしょう。うわ、出たよ、そういう手口のやつ。よしよし、とりあえずハーフカットで仕分けるとこ仕分けていって。よいしょ、それは舐めすぎやろ。よいしょ、ここはチャージャーに打ち抜かれない程度に、いやらしくロボボンを提供する感じでいいかな。ほい。うわー、捕まったやと。信じられへんねんけど。信じられん。今の捕まるとはよ。スプリンか。スプリンは厄介やぞ。さあ、今相手2ダウンか、チャンス。ここでさらに追い打ちをかけるような立ち回りをしていきたい。これ追加点狙いつつって感じか。まあこれはまあチャージャー圏内と。まあ追加点だけ80よりね、いいんで、80よりちょっとでも足しといた方がいいから。オッケー。
よいしょ。トービーだ。トービーだ。トービー投げられるだけで厄介やな。へい。さあ、こっちも、あれやぞ。結構アサリは、ええ感じあるよ。はい、逃がさない。よいしょ。うわー、よくわかったなって、なんでやねん。帰ってきたんかな。わかられたくさいよな、今の。さあ、アイディアが居座ってんの、ここで。カウンターで。カウンター用に居座っとる。逆にそれは美味しい展開になったな。相手の守りが甘くなったから。よいしょ、一瞬で掃除。掃除、掃除、掃除、掃除。この速さ、カーボンの。掃除、お掃除、お掃除。さあ、そしてこのバルーン。食いぼ食いぼで溜めてピッチャーを。なるほど。ちょっと待ってな、飛びたいけど危なそう。すぐ行くわ。この辺に座っといたら大丈夫だろ。あえて点差開いたか。ナイス。さあ、これは即時に展開していきたい。ガツンガツン。いや、これはあかんやつや。逃げよう。うわー、なんでやん。普通追い出てくるやろ。なんでやん。普通追い出てこへん。いやー、なんで、分かってんのかな。フェイントっていうのが。追いかけてくる読みで居座ったんやけど。普通に撃ってきてたしな、まだ。逃げられたらどうすんねんっていう話やけど。うわー。冬場じゃパンチサリンガとか。よいしょ。来い来い。うわ、化け物め。あかん、この人うまいな。あいつなんか分かっとるな。オートセンサー付きか。自動の自動センサー付いてる気がするんだよ。うわ、もう勝手にせえ。好き勝手や、そんなん。アサリなくて困ってるわ。そんなんないやろ。急げ、しばき込め、しばき込め。お前や。ナイス。今のでたまに打ち負けるから怖いな、このゲーム。どけ。うわー、もうなんでやねん。しかも味方回線落ちてる。もう何人回線落ちんねん、今日だけで。ちょっとやっただけやで、しかも。半分以上回線、半分回線とかも。そんなんやったら勝手にせえ。まあ何のことか分からへんけども。まあええわ。OK。ご視聴ありがとうございました。